前よりやっぱりいいテニスはできてると思うので、すぐに課題が見つけられるようになりました。テニスで相手のことを見なかったり集中してる。テニスによって子どもたちのテニスによって、まあ、ワールドワイドのにいろいろな人とつながれてることが今実感できてまして、まあ、それがすごい財産になってるなっていうふうには感じています。最初は、私と妻の結婚したきっかけが、まあ、テニスでして、テニスでつながりを持ちました。で、まあ、結婚してからもテニスを続けていく中で、まあ、子供たちが、まあ、ベイビーの時に乳母車でテニスコートに連れてって、まあ、私と妻でテニスをしているような環境で子供たちが育ったのがきっかけで、まず子供がテニスに興味を持ったっていうところが、スタートのきっかけになります。まあ、楽しいなっていう気分もあるけど、すごく疲れるなっていう気分もちょっとあります。試合をしてる時に、なんか勝ったら嬉しいけど負けたらなんか悔しい気持ちになっちゃう。アメリカに最初2年前に来た時に、まあ、息子と試合やっても私が勝てるような状況だったんですけれども、帰る前にはもうやられてしまって全然勝てない状況になってしまったので、もう私の出番はないなと思いました。楽しまないと上達しない。上から教え込むような教え方は伸びないっていうところを学んで、息子と接する中で学んで、それが娘の成長に生きてきてるような、生かされてるような感じで。We love table tennis, but I like tennis better.やっぱり親がそういうところを向上するところを見せたいなと思って、最近ちょっと子どもたちのためもあって、栄養について学ぼうかと思って今一生懸命勉強しているところなので、やはりそういう何ですか、子どもたちが頑張ってる姿を見て自分も向上しなきゃいけない、日々向上しなきゃいけないなっていうことをもう一回思い出したというか。